そうです。これ適当なこと言ってる。別に多分お前そっちのことを知ってるから。じゃ言わねえ。言わねえけど、聞いてるから。いや別にいいんだよ、お前。別にいいんだけど、変わった方がいい。普通に事実で言われればそれで言うっすけど。あると。いや、俺もそれ言ってもらわないと、俺、その、何の言ってるかなって。いや、その、トラブルはありますよ。トラブルは起こしたら別に。いや、いいよ。別に同じトラブル起こすのは勝手だけど。普通にムカついたっすね。はい、まあなんか境目じゃないですか。はい、まあそれは話したっすけど、まあ、人と MC の境目、人の噂話こうペラペラ喋るもんじゃないじゃないですか。それが事実かどうか確認した上で俺に言うんだったら、俺は別にそれは事実だったらそうですよって言うっすけど、それもなかったんで、まあそういうとこっすかね。まあ、あとは全然普通に、全然俺よりランク上だと思うんで、はい、普通にビッグアップしてますよ。まあ裏取れてんのかみたいな話をしてて、でまあじゃあ逆に言うけどお前が言うことも裏取れんのかっていう話で、でまああいつはこれは俺自身のことだから俺が言ってんだからって言うんすけど、あいつが正直者なのか嘘つきなのか俺知らないんで、それだってもうあの裏の取りようがないんで、そこまで気にするんだったら悪かったって言ったっすけど、でもそれと同時にその一点でお前が俺に負けたわけじゃないからねっていう、まあ、MC としては向こうの方が俺の方が上だって言ってることに全てが、まあ、現れてると思うんですけど、まあ、負ける要素が一つもないですかね。あいつも俺以外とやってる時は割と強いと思うんですけど、多分俺のこと苦手なんですよ。なんで俺にとっては相性いいんで何も怖くないって感じですかね。近鉄返して行こう。優勝おめでとう。優勝おめでとうございます。優勝おめでとうございます。イエーイ。いや無理やろ。東海ドープね。ミスターレンビーツ リョフカルマ AKA ヤングタカジン。友達ですけど、友達っていうだけですかね。やっぱあいつの武器の声がでかいっていうのと、そのしゃべくりスタイルっていうのにこう味を占めすぎてて、昔よりラップがだいぶ雑になってるっていうか、しゃべくりスタイルでありながらもまだラップをしようっていう意思が見えたんですけど、もう今はもう完全にラップでもない状態だったと思うんで、まあ勝てるかなって感じですかね。もうあいつも何年目にもなってきてるんで、もう次を見せないと。当時はそのハスラーのスタイルを貫いてるのが新しかったと思うんですけど、それももう何年もやってるんだったらその次が見えないと、もうあいつもどうなんだっていうところで、でまあラップの自力としては全然俺の方が上なんで。前回ダンジョンで当たって、ちょっと俺たった1ラウンドでクリティカルで負けてるんですよ。俺でもそれ全然納得いってないんで、まあちゃんと証明できればなって感じですかね。毎年出てるんですけど、主役って感じします？シーマそんな感じですね。大舞台向けじゃないですね。やっぱあくまで地下のアンダーグラウンドでっていう感じだと思うんですけど、バトル系はやっぱ足りないかなって見てて思うんですね。まあそのライブとかのフリースタイルの延長、
ですね、まだそのヒップホップのスタンス、自分のヒップホップのスタンスを歌ってるに過ぎないというか、相手はさせてないなって思うので、まあそれじゃ俺にはかなわないなと思うんですね。まあ子供には負けないですね単純にそんなとこはとっくに通過してるラインなんで。ああ YouTuber の方ですよね。まあなんかそういうやつが代表になってる時点で西だいぶやばいなって感じですけど、はい、もう全くなんとも思わないですね。あ、一回やったことあるっすね、昔。まあ印象はあんま残ってないかなって感じですね。全然地方、俺地方で結構 MC バトルやることあって、その中で倒した地方の雑魚のうちの一人っていうイメージですね。全国どこにでもいる真面目なラッパーっていうかあの高校生ラップ選手権であいつが優勝した回の審査員俺やってたんですけど、あいつから見える特別な色っていうのは今んとこ俺には見えてなくて、うん、まあこれからなんじゃないですかね。全然半端も不良に全科もカモン、俺ら覚えとけ、ステージは無差別テロで OK。 それで優勝したら未来が保証されるべき大会がある。それはどこでやってるんですか。この辺でやっても実写でください。その辺でやってるのまだパパが終わってないから準備運動したと思う、回そう。生活はそんな変わってないですけどね。ただそのバトルに関して俺多分日本中で誰よりやってると思うんですよ。その音源、ライブ、バトルのバランスで言ったら多分俺が絶対誰よりやってるなっていう自信があるんで、なんで本当誰と戦っても、まあ、R指定とか以外ですね、 R指定以外は別に誰と戦っても勝って当たり前っていう気持ちで今は臨めてるん でそれって結構バトルに関して大事なんですよ。なんでメンタルとしてはいいですね。まあ、このあと他の予選で誰が上がってくるか分かんないけど、まあ、俺が出てなかったら本当にアンなしのアンパンみたいなの取ったと思うから、まあ、良かったなっていう。出る MC にとっちゃ災難だけど、まあ、同時に良かったねっていう感じですかね。 We going in, let's stop